それでは、権利関係の第1回目制限行為、能力者についてお話したいと思います。あのまあ、制限行為、能力者、えー、民法のね。分野なんですが、あの民法はあの勉強することがですね。あの深く広いんですね。まあ、民法。それから借地借家法とか。 区分所有法、マンションの法律を勉強するわけですが大変あの深く勉強の範囲が広いんですねしかもあの深いってこところがありますんであのであまり細かいことはやらない特に最初の時期はあまり細かいことはやらないということとですね試験でよく出る分野品質分野って言い方しますけどね、えー、よく出る分野についてあの理解を深めていくということが大事です。暗記とといいいううう理解でで、ねまあえーま、ですすすねね、ね早速きままししょずは契約の成立という話をしたいんです、ね あのタイトルではあの制限行為能力者と付けましたがその前にあの契約の成立の話をしたいと思います宅建業法でもちょっとご説明しました、えー、まあ、売り主がいてまあ買い主がいるんですがまあ買い主があのじゃあそのね住宅土地建物を買いたいという申し込みをするまあ、それに対して売り主がいいですよ売りますよって承諾をする、えー、ここで売買契約は成立なんですね売買契約は成立です。 つまり、ですね、当事者の意思ですね、この場合ですと売り主、買い主、これは当事者ですが、この意思の一致という言葉、とば、当事者の意思という言葉こですね、この後何度も出てくることになります。意思が一致すると契約成立なんだということを、ここをまず押さえてください。 であの、まあ、契約書をね普通はの普通はってことないですかねあの宅建業法でも37条書面なんて言い方しましたけど、まあ、契約を結んだんであれば不動産に限らずね車を買うんだって携帯電話を申し込むんだってあのね契約書というかあると思うんですがまあとでね内容が違ったとかねどういう契約内容なのってこうままあまあ揉めないように残しておくわけですけどその書面を作ることはあの契約の成立要件 とは関係ないですね。書面がなくても契約成立です。当事者の位置意志が一致すれば、あの契約は成立するんだ。ここはあの強調しておきます。はい。であのちょっと言葉をですね、いくつか覚えてほし,欲しいんですね。まあ今すぐでなくてもまあ覚えるというか慣れてほしいんですね。この後あの権利関係の解説をしていく上で、まあいろんな言葉が出てきます。まあすでに宅建業法の時にもね、少し使ってるんですが言葉が出てきます、えー。解説していきますね。 あの契約が成立しますとですねあの権利と義務が発生すするんですね、えー、どんな権利か、えー、例えばの住宅を引き渡してもらう権利が飼い主にあるわけですね。えーまあ、あのそれに対して、えー、売り主は住宅を引き渡す義務というのがあるわけです。えーまあ、売り主はですね代金をもらう権利がありますし飼、えー、い主の方は、まあ、代金を払う義務があるというんですね、えー、ここのの権利とと義務のことをですね。 えー、債権とい言い方をしますまあ、権利と義務のことではね権利のことを債権とい言い方をします義務のことを債務とい言い方しますねしたがいましてこの取引売買契約では、えー、住宅を引き渡してもらう権利とか代金をもらう権利まあ、これが債権になるわけですね、えー、それに対して住宅を引き渡す義務代金を支払う義務これは債務だとい言い方をします、えー、売り主はどんな債務があるの買い主はどんな債務があるの こんなふうにまあ問題文では使われてくるわけですそして、えー、債権を持っている人のことを債権者と言います債務を持っている人のことを債務者と言いますね、えー、売買契約の場合まあ売り主は債務者でありまあ実は債権者なんですね買い主も、えー、引き家をもらう権利があるという意味では債権者だしお金を払わなければいけない義務があるその意味では債務者なんですね、えー、債権者債務者両方の立場があります えー、試験問題で債務者はほにゃららほにゃららでしなければいけない丸かバツかまなんか出てきますがどっちを指してるのかなってことを、まあ、しっかり押さえておく必要がありますね。どの債権債務が問題になっているかあんまり難しく考えないといね大丈夫ですかね問題の時は分かりますからただ最初のうちに債権債務なんて言葉には戸惑わないようにということですねそれからこのお話もしておきたいんですがまあまあそれは当たり前ですよね契約したんですから守るこれをですね まあ契約を守るということは、まあ、権利はね、いいとして、えー、自分の債務を実行することになるんですね。債務を実行することになります。えー、このことをですね、法律用語では、債務を履行するとい言い方をします。債務を履行するときたらば、うん自分の義務を果たすこと、まあ、契約を守ることなんだというふうに思ってください。債務を履行しない場合、これ債務不履行って言いますね、債務不履行。 これも宅建業法のところで少し触れてきたかもしれませんがえ要はその義務を果たさないことを債務不履行とい言い方をします、えー、債務不履行がありますとこれは損害賠償とかね、えー、契約の解除という議論になってくるわけなんですよろしいですかねここまでねいろんな言葉が出てきました、えー、債権者とか、えー、債務者とか債務不履行まあそういった言葉は、えー、戸惑わないでくださいねというだけの話ですで、まあ,あの。 債務をね履行しないと、まあ、債務不履行損害賠償になるなわけですがところがって話なんですねところがって話なんですあの契約を守らなくてもいい場合ってのがあるんですよ契約は守らなければいけないのは原則なんですけど守らなくてもいい場合っていうのがあるんですねうん例えば「えーまあ、一丸二って書きましたけど判断能力が弱い人これはあの制限行為能力者って呼ぶんですけどね えー、この第1章が「制限行為能力者」というタイトルでしたけどやっとそこにつながるんですけどね制限行為能力者つまりその、まあ、このあとお話し,しますが病気や加齢で判断能力が弱くなった人がですね家が大してこう傷んでないのになんかリフォームは必要ですよで普通は10万ぐらいで済むところはね10万じゃリフォームできないが簡単な修理でいいところがですねいや300万かかりますみたいなねよく分からずに契約しちゃって守れってそれはかわいそうでしょうと。 この場合には契約を守らなくていいという仕組みになっております。それから丸二番詐欺脅迫錯誤…まあ点点点ってこの後まあ続くんですがうん、意思に問題がある場合は守らなくていいです。あの契約の成立のところで当事者の意思が一致した場合、えー、申し込みと承諾ってね一つの例ですけど、買いますよ売りますよっていう,こう意思が一致した場合にはですね、えー、契約は成立するんですね。 ところがじゃああの、住宅を買いますよとか売りますよって言ったとしてもそういう意思を表明したとしてもです、ね、意思表示っていうんですけど意思表示はしたんだけどその意思がですね例えば騙されてたとかね脅かされていやいやそういう買いたくもないのに買った言わされたとかねあの錯誤って勘違いなんですけどなんかあの勘違いして言っちゃったとかねあのなんか100万ドルなんだけど100万円だと思ってお安いなと思って買うって言ったとかね。 あのそういう場合にはですね、医師に問題がある場合には契約を守らなくてもいいとといい、うことになります。はい、それではその具体的な制限行為能力者、ま、約束を守らなくていい場合なんですがこの解説をしたいんですね。で制限能力行為能力者とはどういうものか、まあ、あの先ほど言ったあの、まあ、病気や加齢で判断る能力がない人だという言い方をしましたが。 まあ、あの法律行為って言うんですね、まあ、法律行為って何よっていうことかもしれませんが卓、まあ、検試験のレベルでは契約のことだと思ってください契約をするのに必要な判断能力がない人のこと、えー、これをですね、えー、制限行為能力者と呼ぶんだということですね。ねねの、まあ、具体的にはです、ね、この 4つの累計と言いますかね、えー、4つのパターンといいますねあるわけですね、まあ。未成年者から始まって成年非後見人、まあ、非補佐人、非補助人と、えー、こういうのがあります。はい、で、えーまあ、あの表4つあるんですが、まあ、未成年者これは分かりますよね二十歳未満ということです。えー、未成年者二十歳満の人が、えー、未成年者ということになります。で2番3番4番ですね これ、成年非貢献人とか、非補佐人、非補助人というのはですね、え成、ー、年、つまり大人なんだけれども、判断能力が弱い人のことを言います。えー、大人なんだけど判断能力が弱い人です。えー、まあ、青年なんだけど貢献人がついてるんですね。あの、非というのは、ちょっと太字で書きましたけど、被害者の非ですよね。なんかされるっていう意味ですから、大人なんだけど貢献されてるとか、大人なんだけど補佐されてる こういうい人をですねあとはもう大人なので補助されているこういう人たちこれは制限行為能力者です。でこれはですねあの、まあ、1人ではですね契約ができなくなりますので家庭裁判所の審判を受けて、まあ、家庭裁判所というところでですね、まあ、審判という手続きを受けてあ A さんは成年非後見人だなとか B さんは非補佐人だなということが決まるわけでございます。 でこの人たちをどうやって守っていくかって話なんですけどもあのサポートする人を、まあ、つけるんですね、えー、未成年者ですとですね親、うん、権者とか未成年後見人とかですね、えー、こういった方がつきます、まあ、あの普通はですか親が、えー、その未成年者に代わって法律雇用するんですが、うんまあ、親がいないとかです、ね、いてもなんか何らかの問題があるということもありますので未成年後見人というのがつくことがあります。 成年非後見人にはですね成年後見人という方がつきまして、えー、サポートしていきます代わって契約をしたりとかいろんな行為をしていきます、えー、非補佐人には補佐人非補助人には補助人ということがつきます、えー、こういう方々サポートする人がまああの代わりに今契約したりするんですがそのサポートする人のうん手助けを得ずにですね 単独で行行った行為契約ですねですからあの判断能力まあ、ね、年齢がいって判断能力が衰えちゃった人がなんかそのよくわからないまま契約しちゃったみたいなその成年非貢献になんだけどね自分は成、えー、年貢献に相談しないでですね勝手に結んじゃったとかこういった場合にはその契約を取り消すつまりあのなかったことにできるんですねうん約束を守らなくていいと、まあ、こういうことになるわけでございます。 えー、よろししいでしょうかねでこのサポートする仕組み、あのー、実はの代理とです、ね、同意という仕組みがありましてあの代理から説明したいんですが、あのーまあ、例えば、成年非公権人がです、ねえー、家をリフォームしようと思ってもですね、まあ、判断の弱いですから成、えー、年非公権人が申し込むのではなくて代理人が申し込むんですね、まあ、それに対して、えーまあ、相手方が承諾すれば契約成立ですね。 あの未成年年者とか青年非人、まあ、これはあの判断能力が弱いということでもう保護者、まあ、サポートする人親権、まあ、者とかあの未成年後見人とかですね成年後見人が代理人となって契約する、まあ、こういうい保護の仕方がありますそれからもう一つですねあの同意というやり方もあるんですね。 申し込みとか、えー、承諾については、ですね、えーまあ、申し込みについてはあのー、制限行為の許しは行う、承諾自体も制限行為の許しは受けるんですが、まあ、その前に、えー、事前に、まあ、こういう契約していいよねっていう同意を得ておくとか、まあ、もしくは契約した後にね、うんあそう、こういう契約結んじゃったんだけど、あ問題ないよねっていう、まあ、同意、まあ、追認、後から認めてもらう、追認なんて言い方しますが。 ミス、えー、未,未成年者とか非保佐人非補助人これはですね保護者の同意や追認を得て、まあ、契約することもできるんですねよろしいですか表のうちちょっと表の方を見てくださいね表のうち、えー、未成年者と丸一番の未成年者と丸三番丸四番ですね、えー、丸二番はないんです、えー、この後も説明しますが青年非公権人はですね、まあ、判断能力がものすごく弱いんでですね、えー 同意ということはないんですね。必ず代理ということで契約していきます。はい。であのもしあのこの代理もないし、それからあの同意もない、同意もない状態でですね、制限行為能力者が勝手に契約を結んでしまった場合、これはその契約は取り消すことができます。取り消すことができます。えー、判断能力が弱いですからね。で一点注意していただきたいのがこれなんです。 これスライドね。成、えー、年非公け人の場合にはですね、まあ仮に成、えー、年公け人その保護者のですね同意を得たとしても、同意を得た行為だとしても取り消すことができます。あのちょっと説明が前後しましたう。成年非公け人、非保佐人、非保助人。あの成年非公け人が一番その判断能力が弱いんですね。非保佐人はあのまあもう少し判断能力ある。非保助人はえさらにある。まあ普通の人よりはちょっと劣るんだけどってことなんですが。 非公認というのは本当にこう判断能力がないのが、まあ、常にそういう状態にあるということなんで、えー、その同意通りに行動できるかどうかわからないんですね。えー、したがってまあどういう得た行為であったとしても、まあ、取り消すことができる契約守らなくていいよということになってます。ここまでよろししいでしょうかね、えー、でこの言葉「取り消す」という言葉なんですが「取り消す」という言葉なんですがこれ無効とは違うんですね。 ですか。これ法律用語なんで、取り消すと無効は違います。ちょっと見ていきましょうかね。あの取り消すことができる契約というのがあります。あのこれ取り消すまではですね、一応有効なんですね。えー、未成年者が、えー、単独で一人で契約した、えー、バイクを買う契約をしたとかね、携帯電話を申し込んだ。あの取り消すまでは一応これ有効なんですね。で、えー、ま取り消さないでですね、保護者 えー、未成年者の親権、えー、ああ者とか、えー、未成年後見人とかねがですね「いいよその契約あバイクいいんじゃないあのその中古だったら5万円でいいんじゃない?」って追認するか「いやいやそんなねあの動きもしないバイク動かないバイクってあるんですかわかんないです動きもしないバイクを5万円で買うとそれもお前騙されてるダメだよこの場合には取り消しと、えー、どちらかに分かれるんですね。で追認した場合にはこれは有効な契約になります。えー、もう取り消すことができません 制限行為能力者、まあ、未成年者に限らず、ね、単独で契約した場合には取り消すことができるんだけど、保護者が追認したらば、もう取り消せません。保護者が取り消したらば、それは無効な契約になります。えー、もう最初から、初めからというのは、4月の1日に契約を結んで、5月の1日に取り消したと、実は4月の1日からその契約はなかったことになります。えー、取り消すまでの間、契約が有効だったんじゃなくて、 はじめから契約そのものがなかったことになりますこれは無効だという言い方ですねよろしいですか契約をする、えー、まあ追認か取り消しをする万が一取り消した場合にはこの契約の時からはじ、えーまあ、めからなかったことになるということですねつまり無効と取り消しは違うんです、えー、取り消すことができる契約というのは取り消すまでは一応有効ですで、取り消しというアクションがあれば これ無効になるんですね。追認というアクションがあれば有効になる。無効な契約っていうのは取り消しとか追認というアクションがいりません。最初から効果がないです。あの、まあ、公序良俗なんてことは聞いたことあるかもしれませんが、あの、わかんないですか。奴隷契約なんて、そう、そうなん、あるんですか。まあ、ないんですけど、ね、それは認められないんですね。自人身売買契約とかね。そういう契約は認められないとか、あとは、その、あまりにも、こう。 なんでしょうね。あの泥水状態も酔っ払って全然わけわかんない状態で、えー、契約したこれ意思能力がないなんて言い方をするんですがまあ、ちょっと細かい話なんでね。まあ、それは後でして、今の段階では取り消すことができる契約と無効な契約は違うんだ。ここをしっかり押さえてくださいね。